ナンバーアンダーラインアイの未来への歩みとはカット8月号の独占インタビューで明らかにナンバーアンダーラインアイの先列デビューから最新ライブツアーまでを語るカット8月号発売8月号のカットがついに発売されました表紙を飾るのは未来に向かって唯一無二の存在として歩み続けるナンバーアンダーラインアイの3人彼らの今の言葉をぜひ受け取ってください 表紙画像の解禁時から大反響をいただき、編集部一同、早くこれを皆さんにお届けしたいとワクワクしていました。鮮烈なデビューを飾ったゴート以降、コーチェラ出演やミニアルバム、ノーオーリングの発売などを経て、独自のポジションを築いているナンバーアンダーラインアイ。彼らがどんな思いで、何を大切にしながら活動を続けているのか、その真髄に迫る特集になっています。 初のフルアルバムの1位のリリースと大規模なライブツアー No.1 LINE I LIVE ブツアー2024を今週に控え n ダー LINE I がいかにユニークでオリジナルなグループであるのか私たちがそして彼ら自身が確信する瞬間が目の前に迫っていますヒップホップの膨大なリファレンスとスキルを背景に生み出される先鋭的なサウンド研ぎ澄まされたセンスとしなやかに鍛え上げた肉体から放たれるダンスパフォーマンス そして技術や理屈の及ばない領域でこう聞く、ポップスターとしての圧倒的なビジュアルとカリスマ。ナンバー・アンダーライン・アイは今、これらの要素を未だかつてない高次元で融合させようとしているケアな存在です。ダンスボーカルグループが世界中にひしめき合う状況下で、彼らが日本のボーイズグループとして過去に誰も歩んだことのない道を切り開いていくことは、もはや宿命とすら思えます。 今回の初の表紙関東インタビューで明らかになったのはこうして世界へと歩み出したナンバー・アンダーライン・アイのダイナミックな動力源が驚くほど彼ら自身であったということですあらかじめ成功の方程式が用意されていたわけでも何年も先まで綿密に計画されたプロジェクトというわけでもありませんナンバー・アンダーライン・アイとはあくまで全てを自分たちでやるやりたいと集まった平野紫、神宮寺裕太 キシユタによる DIY の産物であり、この三人でなければ生じなかった化学反応の成果です。だからこそ、彼らの躍動はリアルなのです。ナンバーアンダーラインアイのオンリーワンとは、そんな運命的トライアングルの真ん中にそびえ立つものなのかもしれません。彼らの今の言葉を受け取り、活動における三人の関係性や考えを深く知ることができました。素敵なインタビューやコメントをありがとうございました。 カット編集部の皆さんが言葉よりも行動で示すと頑張ってきた彼らをしっかりと見守ってくださったからこそのコメントに涙が出ました。待ちきれずに元屋さんで購入し、今からじっくりと楽しませていただきます。ナンバーアンダーライン愛の本質をはっきりと表現していただきありがとうございます。よりナンバーアンダーライン愛のことを理解できた気がして、本誌を読むのがますます楽しみです。 未来に向かう三人の言葉を大切に読みます。まだ手元に届いていませんが、楽しみに待っています。カット発売の知らせをありがとうございます。音楽活動に関するインタビューが気になります。モノクロの写真も素敵です。とても興味深いです。たくさんの人たちに読んでいただけると嬉しいです。予約済みですが、 まだ発送されておらず元屋さんに駆け込みたい気持ちになっています。発売おめでとうございます。少し読んだだけでも早く続きを読みたいです。素敵なインタビューありがとうございます。予約してあるので届くのを楽しみにしている間に読ませていただき、早く読みたいみたいと胸を躍らせています。編集部の皆さんが早く届けたいというお気持ちがとてもうれしいです。私も待ち望んでいました。 リード文公開ありがとうございます。ナンバーアンダーライン愛がとても素敵に表現されていて感激です。リード文を読んだだけでも胸が熱くなりました。予約してありますので手元に届くのを楽しみに待っています。発売日を楽しみにしていました。素敵な表紙写真にワクワクしていましたが、こちらのモノクロショットもとても素敵です。記事を読むのを楽しみにしています。 これまでの活動を見ても唯一無二の存在であるナンバーアンダーライン愛。その独特な魅力がどこから来るのか、どうやって築き上げられたのか、私たちは深く探る必要があります。彼らの音楽には何か特別なものがあり、それは単なる技術やトレンドだけでは説明できません。彼らの曲は心に響き、そのパフォーマンスは見る者を魅了します。例えば、 彼らのデビュー曲 Go to はそのリリース直後から多くの人々の心をつかみました。彼らのサウンドは新しく、しかしどこか懐かしさも感じさせる独自のものでした。その後のコーチェラ出演やミニアルバム No ーオー l Ring の発売を通じて、彼らは自分たちのスタイルを確立し続けています。彼らの音楽には一貫したテーマがあります。それは自分たちを信じること。 このテーマは彼らの全ての作品に通じており、ファンに強いメッセージを送っています。彼らのインタビューを読んでいると、その思いがますます明らかになります。彼らは常に自分たちの感情や経験を曲に込め、それを通じてファンと繋がっています。彼らのライブパフォーマンスもまた、その魅力の一つです。ライブでは彼らのエネルギーと情熱が直接感じられ、 その瞬間に観客との一体感が生まれます。例えば、彼らのライブツアー No.1 I Live Tour 2024では、新曲とともに過去のヒット曲も披露される予定です。これにより、新しいファンも長年のファンも共に楽しむことができるのです。彼らのパフォーマンスは常に進化し続け、観客に新しい驚きと感動を与えます。また、彼らのビジュアルも一つの魅力です。 彼らのスタイルはファッション界でも注目されており、そのセンスは音楽以外の分野でも評価されています。彼らの衣装や舞台セットはすべて自分たちで考え、細部までこだわっています。このような DIY 精神が彼らの魅力の一つとなっており、ファンからも大いに支持されています。さらに、彼らのダンスパフォーマンスは、その技術と表現力で観客を魅了します。 彼らのダンスは単なる振り付けではなく、音楽と一体化したアート作品のようです。それぞれの動きには意味があり、彼らの感情が込められています。これにより、彼らのパフォーマンスは視覚的にも楽しめるものとなっています。彼らの成功の背後には、多くの努力と挑戦がありました。彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの限界を超えようとしています。 その姿勢は多くのファンに勇気を与え、彼らを応援する理由となっています。彼らの成功は偶然ではなく、自分たちの力で掴んだものです。その姿勢は多くの人にとってインスピレーションとなり、彼らの活動を支持する理由となっています。ナンバー・アンダーライン・アイは今後も進化し続け、さらに多くの人々に影響を与えることでしょう。彼らの音楽やパフォーマンスは常に新しい驚きを提供し、 ファンを楽しませています。彼らの未来には、まだ見ぬ可能性が広がっており、私たちはその成長を見守り続けることが楽しみです。カットの特集では、彼らの過去、現在、そして未来について詳しく掘り下げています。彼らのインタビューを通じて、その思いや考えを深く知ることができるでしょう。彼らの音楽やパフォーマンスには、まだまだ多くの魅力が隠されており、 そのがが明らかになる日が待ち遠しいです最後に彼らの今後の活動に注目しどのような新しい展開が待っているのかを楽しみにしています彼らの成長とともに私たちも新しい音楽の世界を探求し続けましょう彼らの未来にはまだまだ多くの可能性が広がっておりその一部をともに体験できることを楽しみにしています